ポンプ隊とは、消防理員の中で、主に火災現場で、消火活動を行うのを任務とし、特別救助隊や救急隊と連携しながら救助、救急活動も行う部隊のこと。東京消防庁では、ポンプ隊とされるが、全国の消防は、消防隊や消火隊、警防隊、放水隊と、様々な名称である。ほぼ全ての消防署、消防出張所に配置されている。 一般に言われている消防車で消火活動に当たる体で基本的に4から5名で構成されるのが望ましいとされるが予算不足による人員不足に悩む小規模消防本部では3名乗車で出場することは日常茶飯事であり十分な消防戦略を取る上で困難を強いられることが多いこのため自治体にもよるが消防団との連携は不可欠と言えよう最近は 救急出動に、救急標準家庭修了者や救急救命士など、救急技術の資格を持ったポンプ隊員が乗車している、消防車を先行で出場させ、現場整理と先行処置に当たらせている、消防機関も増えている、PA 連携などと呼ばれる。また中小規模消防本部ではそもそも消防隊と救急隊の区分がなかったり、救急隊と消防隊を兼務しているケースが多い。 ポンプ隊が PA 連携で出場する災害内容としては、多くが近隣に活動可能な救急隊がすべて出場しており、要請から現場到着まで大幅な遅延が見込まれる際に先行して活動する場合がある。その他は、繁華街等で救急活動の妨害などが発生する可能性があり、交通整理などのために人員の増強を要する場合や搬送路協会のため、 自傷行為や交通人身事故など、救急隊一体だけでの活動が困難な上に、活動する隊員の安全管理を徹底する場合に、各地段階もしくは先着した救急隊などからの要請により指令室が判断する。このような事案に対する十分な活動のために、ポンプ車には感染防護や自動体外式所再動機を積載している。その他、インパルス消火システム、 エンジンカッターや油圧式救助器具といった救助式材、排煙送風機、救急式材を装備している体もある。火災の際は、防海を着想し、ポンプ車、水槽付きポンプ車等で出動する。ポンプアンレンスの伊東京消防庁、PA 連携について川崎市平成19年7月1日から PA 連携を行っています。ありがとうございます。